切り分けます。単純にほぞが入っているここを叩いてあります。ほぞが作れました。はい、それでは今度はノコギリの加工ですね。ほぞのオスを作っていくという形になります。ですね、手順が必ず決まってまして、はじめここを、切りたくなるんですけれども、ここは一番最後に取っておきます。まずは縦引き、木の繊維状に切ってやるというところから初めは、やっていくという形になります。で、例えばここ切った後でここを切り落としてしまうと、せっかくここにつけた墨線というのが今度見えなくなってしまいます。なので初めに全部この1、2、3本の線を初めにノコギリで切って置いてやってから、最後にここの部分を切り落としてやるというような手順でいきます。ではまず、ノコギリの使い方からですね。他の動画でも説明したように、ノコギリには縦引き用の大きい刃と目の細かい横引き用の刃に分かれていますよという形になってました。繊維に、平行に切るときにはこの大きい刃っていうのを使ってやります。はい、それではまずこれで1回、やっていきましょう。で、その時の考え方なんですけれども、ここに毛引きの線がついてますね。で、ここにノコの刃を当てていくんですけれども、厳密に言うとノコの刃というのはアサリがあるという話を、以前にさせてもらいました。じゃあこの線に対してこのアサリがこうつくのかこうつくのかで、考え方が変わってきます。例えばこっちの右側の毛引きの線を切り込む時に、こういう形でノコギリの刃を当ててしまうと、ほぞがどんどん薄くなってしまいます。ノコの刃の厚み分ですね、薄くなってしまうので、こういう場合は、この右側を切るときにはノコのこの左側の刃を食い込ませてやるというような形になります。で、逆にこっちの左側の線に切るときには、今度はノコの刃の右側を切ることによって、当ててやることによって、ほぞが小さくならずにちょっと多少広い感じで、切り込むことができるというような考え方になります。では実際に、これで切っていってみます。まずは親指のこう爪を当てて、ノコギリの刃をそこまで持ってってやります。はい、でまずは大きく大きくノコの刃、この毛引きの線をノコの刃に変えてやります。はい、である程度まで切り込むことができたら、まあ、このままいける方は行ってもらってもいいんですけれども、今度はこの上からですね、覗いて、今度は上のこの毛引きの線をノコギリの刃に変えてやります。そうすると細かったノコ刃がこうノコギリの刃の厚み分になりました。今度はひっくり返して、同じくこの毛引きの線をノコギリの刃に変えてやります。その時にノコをこうできるだけ寝かしてやるといいですね。はい、そしたら今度は今ここにノコギリの刃が、線がついたので、それを結んでやるような形で切り込んでいってやります。今度は反対側ですね。こういうふうに三角に切ってやってやると曲がりにくいです。で、あとは残った部分をギコとこういうふうに切り込んでいってやります。で、まあ、行き過ぎないように注意してください。はい、これでまずここの部分の線がカットされました。じゃあこっち側も同じ説明でやっていきます。まずは親指の爪をここにポンと当てて、これ以上いかないようにガードしてやると。はい、でノコギリのアサリのこっち側に出てくる部分をここにピタリと当てて、まずは力を抜いて、できるだけ撫でてやる。この時に初めからこういうふうに斜めに切ろうとすると、ノコギリの刃が引っかかってなかなか進んでくれません。で、しかも曲がりやすくなるというデメリットもあるので、まずは毛引きの線をノコギリの刃に変えてやるというのが初めのうちは一つやりやすいコツになります。はい、これで縦の線が、毛引きの線からノコギリの刃の厚みに変わりました。今度は上から覗き込んで、同じくノコギリの刃の厚みに変えてやります。
はい、ここまで来ました。そしたらそれをつなぐように斜めに切っていきます。はい、で今こういう形になりました。ひっくり返して今度はこのノコギリの刃をこういう形で線をなぞるようにノコギリの刃に刃の厚みに変えてやります。今毛引きの線がこういう形で変わりました。そしたら今度は斜めに切り込んでやります。でノコギリはできるだけ刃渡り1杯使ってやった方がまっすぐきれいに切ることができます。はい、あとはその上下斜めに切れてますので今度はこれをつないでやると。はい、でノコギリっていうのは下に行くほど刃がだんだん狭まってきています。だからまっすぐ切っているようでも下の方が切れてないということがあるので最後はちょっと下の方をこう押し出すような形で切っていってやるとまっすぐ切れるかと思います。はい、では最後こっちの線ですね。こっちの線はちょっとその三角に上下で切っていくんではなくて、もういっぺんに切ってやりましょう。でちょっと、ほぞが少し、緩めな形に、ちょっと設定してしまったので少し隅線より上側をちょっと今回は切ってあげます。こういう形でできるだけまっすぐになるように。はい、こういう形で後ろも一応チェックしてみます。はい、こういう形でちょっと隅線の上側を少し切りました。はい、でさっきみたいにひっくり返す方法もあるんですけれども、もし、慣れてきたらもうそのまままっすぐこう毛引きの線をノコの線に変えたならもうできるだけまっすぐ慣れていればこういう形で、上と下まっすぐ切ることができます。同じくこっちもですね。はい、こういう形で切ることができました。はい、それではこう縦の線が、切れましたので今度は実際にここの胴突きと呼ばれるほぞの肩の部分を、切っていきます。でその時に、先ほどと同じように道具がなければ目分量でいってもいいんですけれども今回はこの自分で作ったマグネットジグというのとアサリなしのノコギリを使って切っていこうと思います。というのはこの胴突きという部分実際にほぞがこういうふうにくっつく部分になりますんで隙間が空いてたらちょっとかっこ悪いということで、ここの部分はできるだけ真っ平らにしたいです。だからこの部分を曲げたくないわけですね。ということは、精密な加工が必要になるということでちょっとこういう道具に頼って、今回はちょっと切ってみましょう。まずこれこういう形でノコギリがくっつくようになってます。でこれをノコギリのさっきの毛引きの切り込みですねこういうふうに当てて、隅線がちょうど、見えなくなるぐらいまで持ってきてやります。であとはギュッとこれを握ってあとはもうできるだけ力を抜いてマグネットの、磁力に頼ってこういう形で切り込んでいってやります。で行き過ぎるとほぞが力がなくなってしまいますので切り込みすぎないように上から覗いたり横から見たりしながらこういう形で切り落としてやります。はい、あとはこういう部分はちょっとのみとかカッターで切ってやりましょう。で今度は反対側を切りたくなるんですけれどもこっちとこの
保存の肩の部分と肩の部分が違ってしまうと、今度おかしなことになってしまいます。こういう形で胴突きがしっかりくっつく方、こっちがくっついてるのにこっちがくっつかないとか、そういうことが出てくるので、できるだけこの今できた基準面というのを、回していってやるというような形が一番正確な加工になります。なので今こう自分で触ってみてですね、この平らな面を作ってやると。はい、では今これで真っ平らになりましたんで、ここから回していってやります。はい、これでこういう形で切ることができました。はい、そうすると今この面っていうのがすごい平らになっているのがわかると思います。なのでこっちを切った後に反対側をやってしまうと実際に合ってるかどうかがわかりません。なのでこういうふうに保存を回していってやるというのが一つ上手に加工するコツになります。はい、では同じように反対側もカットしてやります。で、さっきの縦引きの線がおそらくちょっと足りていなかったので、この状態でちょっと横から行き過ぎないように切り込みを入れてやります。そうするともう手の力でもこう取れるぐらいまで行ったら、あとはもう手でポキッと折ってやるという形がいいと思います。はい、じゃあ実際にこれで保存に入れてみましょう。はい、ではこの保存のメスに実際にさっき切ったものを入れてみます。ちょっとまあ縦の方は、少し緩くなっているんですけれども、保存の適正な硬さっていうのはどれぐらいかというと、こう入れて材料が持ち上がる、これぐらいが一番のベストですね。もう初めからここに入らない、もしくは少しこう抜けるという形だと保存としてはすごい弱いものになってしまいます。はい、ではこうやっても食いつくことが分かったので、実際に金槌で叩いてみます。でこの時にどれぐらいの力かがいいかというと、本当にもう力を込めてガンガン叩かなければ入らないというだとちょっと硬いかもしれません。もしかするとこういうところから割れてしまう可能性もあります。で金槌の重みだけで叩いて入るぐらいというのが一番の理想ですね。はい、これでちょっと若干の誤差はあるんですけれども、こういう形で保存が、胴突きが綺麗についてますね。こういう形で、はい、これが理想の保存です。はい、それではですね、まあ一例として、さっきこう持ち上がるぐらいが一番いい保存だというふうにお伝えしたんですけれども、ちょっとここの部分だけすごい緩くなってしまいました。そういう場合にはどうしたらいいかというと、例えば、まあ 木の切れ端ですね、例えばこれちょっともっと薄いものだとして、こういうものをボンドか何かで貼り付けてあげましょう。そうすることによって保存をちょっとまた元に戻してやると、まあ本当はそれがないのが一番いいんですけれども、失敗もあると思います。でそういう時にはボンドで貼り付けて、この保存がスカスカなのであればどっちかの方向でいいと思います。縦もしくは横で、横にこう両方に貼り付けるっていうのは結構大変なので、今回の場合はこういう切れ端を縦にこう貼り付けて、でもう一回ちょっとここがきつくなるように切ってやるというような形の、まあ、補修法があります。はい、で逆に保存がきつくて入らないという場合、例えばこういうヒノキの材料を今回使ってますけど、柔らかい材料というのは木殺しというのをしてやるといいと思います。木殺しとは何かというと、例えばここが硬い場合にこの部分を木の繊維を金槌で叩いて潰してやります。
同じく縦も潰してやります。そうすることによってさっき入らなかったものっていうのが入るようになったりっていうことがよくあります。で、実際にはこの中にボンドを入れて接着します。その時にさっき潰した繊維がここの小口から水分を含んで中で膨らんでくれるという形になりますので、ここにボンドを入れて入れた状態で膨らんでより頑丈なものができるということで、多少きつめのものでも着殺しをして入るぐらい、これが本当は一番いい、保存の一番頑丈な、強度になります。はい、それでは、一回仮組みしたものをちょっとこれを、抜いてみたいと思います。抜くときなんですけれども、これをここを持ってここをカン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 とやってしまうと、ホゾのこの部分がパキッと折れたり、あまり、よくありません。なので自然の力で抜いてやりたいという形になります。じゃあ自然の力というのは何かというと、反動ですね、木の、慣性の法則と、反動を使って抜いてやると。ここにまず当て木をして、抜きたいこの部分は、引っ張ったりせずに単純にホゾが入っているここを叩いてやります。そうすると反動でこういうふうに勝手に出てきてくれるわけですね。こう来た力がこういうふうに返って抜けてくれます。同じようにやってみましょう。その時にこう当て木をしておいて叩いてやると勝手に出てきてくれます。こういう自然な抜き方をしてあげてください。こういう形でしっかりきれいにホゾがつく作れました。同じものが2対できてます。で、これを、合体させて、まあ、椅子の足にしてやろうというような形の考え方が今回になりますね。はい、じゃあ今度はここの合掛きと呼ばれる、部分の墨付けと加工の方に入っていきたいと思います。